中馬県42月28日から1942年5月31日は日本の海軍軍人。太平洋戦争におけるシドニー湾攻撃で特殊潜航艇、公表的艇長として戦死。二階級特進により、最終階級は海軍中佐。鹿児島県薩摩郡上東郷村出身。父の姓は地時期。中馬は海軍兵学校へ進み。 海兵66機として卒業した。海兵66機は219名の同期生のうち143名が戦死し、戦死率は65.2%である。中馬と同様に特殊戦工程定長としてシドニー湾攻撃で戦死した松尾義隆同日にマダガスカル攻撃で戦死した秋枝サブロは同期生であった。1 9 3九年六月、 海軍少尉任官。潜水艦砲実長などを経て、秋枝、松尾らと共に、特戦、搭乗員として選抜され、水上規模艦、千代田乗組として、訓練を受ける。太平洋戦争壁頭の真珠湾攻撃では、岩佐直次ら10名の、特戦、搭乗員が参加したが、生還者なしという結果になり、軍令部は、特戦による、港湾侵入攻撃には、 消極的であった。しかし戦訓を取り入れ、母船と特戦との交通等の新設、防戦網対策として網切断機の装着などの改善などが実施され、特戦による第二次攻撃が決定した。中馬は参加予定の特戦艇長7人のうちに選ばれ、松尾や友の勝久良とシドニー湾攻撃を実施することとなる。事前に通信、障害物突破、 防御網突破、海峡通過などの訓練が行われた。公表的定備のスクリュー。中馬邸と松尾邸は豪州で保存されている。1942年5月18日、母船 E27 に上帝を搭載し、中馬は帝府の大森武市一等兵装と共にトラックを出撃した。中馬の属す東方先遣隊の指揮官は、新珠湾攻撃でも、 特戦部隊を指揮した佐々木半急大佐で佐々木は潜水艦搭再起の偵察報告から攻撃目標をシドニー湾に定める。同月31日17時28分、中馬艇は湾港7海りの地点で母船から出撃した。当時のシドニー港は次期探知機、防戦網、探照島、苦戦艇による防衛体制が取られていたが、 中馬帝は入港するフェリーを追尾施向内への潜入に成功した。しかし19時45分ごろ、軍港地帯である西港付近でスクリューが防戦網に絡まり行動の自由を失う。公表的の網切断機は亭主に装備されており、防戦網から離脱することができなかった中馬帝は30分後に監視員に発見される。監視員の報告から紹介艇が 爆雷攻撃を開始した直後、中馬艇は自爆装置によって自爆し、中馬、大森は戦死した。防戦網に捕らえられてから約3時間が経過した22時35分頃であった。中馬ら4名の遺骨を乗せて、横浜港へ入る、戦時交換船、鎌倉丸、中馬、大森艇は6月5日、松尾、土地区、正尾艇は、その前日に引き揚げられ、 遺体は収容された。豪州海軍は4名の戦死者を海軍僧の霊を持って軍し、棺は第二正期で覆われ埋葬された。遺骨は戦時交換戦によって日本に戻り、1943年3月には呉で合同葬儀が行われた。中馬は円満温厚な性格で運動に通じていた。出撃直前には同居かつ、 海兵の一期後輩であった旧軍心の一人、横山正春の遺廃にぬかづいている。貯金の半分以上を、政府の大森一層の家族へ、残額を弟の学士に充てるよう言い残した。前列左端、友野勝久、四人目、秋枝三郎、五人目、松尾義隆。ありがとうございます。